こんにちは、サロポンです。今日は GoPro Hero 7の夜間の動画撮影をする際に綺麗に撮影できる設定方法をご紹介いたします。用意するものは GoPro とジンバルです。ジンバルは必要なのですが安いもので構いません。私はちなみにホーヘムの iSteady Pro 2を使っております。別動画でもジンバルについてはご紹介しておりますので、よろしければそちらの方をご覧ください。2つ用意できましたら GoPro の設定をします。設定方法はプロチューンモードでシャッタースピード1/100、それから ISO を400から800に変更します。電子手ブレ補正はオフにします。ユーザー設定の地域設定で東日本パル形式の設定でフリッカー対策もしております。 4K の 25fps になります。この場所は東京の蒲田なのですが、ある程度の光量がありますので ISO 感度を高めにすると白飛びしてしまいます。なので ISO は400から800になっております。この状態にすると夜の光る看板もある程度にじまずに見ることができます。電子手ブレ補正をオンにするとどうしてもブレやにじみが出てしまうので、これはジンバルで克服するしか現状方法がございません。先日のアップデートで多少改善されましたが、やはり GoPro は昼間の撮影に強いものなので、ここは次の製品への期待する部分ですね。次は銀山温泉などで撮影チェックしてきますので、よろしければチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。